どうもひろかです。朝一でお花見ランして厄落としの断髪式してトス戦見てきました。いやー快勝って最高ですね。今週も楽しく乗り切れそうです。おはようございます。というわけで朝からランニングして千鳥ヶ淵にやってまいりました。見えるかな、こんな感じです。ちょっと曇ってますね。ちょっとね6キロ走ってきたのでだいぶ朝から疲れてます。そして今8時半でめっちゃ混んでますね。すごいすごいすごい、めっちゃ綺麗。おー、なんかねもうちょい青い空であればなお一層っていう感じなのですが、という感じで皆さん桜をお楽しみいただけたでしょうか。ちょっと晴れ間が出てきたかも。いいね。おー綺麗、ここすごい綺麗。こちら日本橋の方なんですが、ここもすごい桜のアーチになっております。めっちゃ綺麗、かっこいい。マジで車なんか今日お祭り的な感じらしい。すごい。髪を思いっきり切りました。これで役を落としたので今日は 2-0 かな、勝ちましょう。もうトスリベンジしましょう。去年の 3-0 で負けたホーム戦を。よし、今日は友達と見ます。コラボビールを買いに来ました。飲みます。あ、美味しい。こちらです。
筑波、試合を終えまして、そのままあの社会人サッカーの試合が本日ありますので、東京都リーグですね、それをちょっと見に、筑波の方にやってきたのですが、見てここグラウンドは果たしてあるのでしょうか。やばい、あの間違えて筑波駅の方行ったらそこじゃなくて、今戻って30分40分くらいロスしてるんですけど、もうねあの前半終わっちゃうんですよね。あのとりあえずあのグラウンドを探して、しっかり応援して勝たせていきたいと思います。いやてか本当にね今日勝ってよかったね。もうなんか 3-0、 いやめっちゃもう超絶嬉しい本当に。いやーなんか久しぶりのクリーンシートで、もうこのままね柏もしっかり勝ち切りたいですね。次もねもう気分めっちゃいいです本当に。だけどちょっと道が怖くてやばいマジで何もないし、街灯もねだいぶ暗くて、あなんか怖いんだけど。いや車もびっくりだよね、こんなとこ人歩いてるから。あでも子供の声聞こえるな。よかった、あのホイッスルの音が聞こえるし光があるのでやってるようです。ここで会ってました、よかった。よっしゃー。